ガリ。じゃあ、いくつか質問させてくれ。君の父親はどこにいる？パパは死んじゃった。子供の頃に。それじゃあ、栗ご飯と言ったら何を思い浮かべる？栗ご飯？何なの？答えてくれ、カガリ。栗ご飯、カメハメハ。おタイムトラベルの主な理論がいくつあるか知っているか？11。全部で11。あれ、違ったかな。11の理論を具体的に説明できるか？中性子星理論、それからブラックホール理論に高速理論、タキオン理論、ワームホール理論、エキゾチック物質理論。宇宙紐理論、量子重力理論、セシウムレーザー光理論、素粒子リングレーザー理論、最後にディラック反粒子理論。全部合ってる。ねえ岡部さん、私どうしてそんなこと知ってるんだろう。もう一つ聞くが、それらの理論を用いてタイムマシンは作れると思うか？できないと思う。ほう。あ、でもこの11の理論では作れないけど、今後の科学の発展。どうしてそう思う？どうして？それは、ね、どうしてだろう。じゃあ質問を変えよう。その考え方に行き着いたのはなぜだ？わかんないけど、ただなんとなく知ってたような。なあ、ヒヤジョウさん、アマデウスは凍結されたと言っていたが、アップロードされていたクリスの記憶データってまだ存在するのか？ええ、多分破棄はされていないはずだけど。それってどれだけの人間がアクセスできたんだ？ごく限られた人間だけよ。どこにも公表はしていなかったから。私やレスキネン教授、他に助手が何人か、そしてクリス。ちなみに
その記憶データを人間の脳に移植することって。は？マイスプーンを持ち歩いていたのはクリスなんだ。大学でヒヤジョーさんのことを先輩って呼んでいたのもクリスだけだ。栗ご飯とカメハメハはクリスがアットチャンネルで使っていたコテハンだ。知っているのは本人以外だと俺くらいのはずだ。クリスならビクトル・コンドリア大学の研究室のことも知ってる。マウス実験のことも知ってる。11のタイムマシン理論についても知ってる。オカリンさん、どういうこと？何が言いたいの？俺の思いついた仮説だ。カガリ、もしかしたら君の頭の中にはマキセ・クリスの記憶が移植されているかもしれない。カガリの頭の中にマキセ・クリスの記憶が入ってる。それってカガリが二重人格ってこと？いや、そうじゃない。二重人格っていうのは正確には乖離性同一性障害といって、誰かの中に別の人格ができることだ。言うなれば今の自分に対する不満や不安から自らの中に別の人格を作ってしまうようなものだな。カガリの場合は違う。カガリの中にあるのは人格じゃない。文字通りマキセ・クリスの記憶だけだ。クリスの記憶だけが彼女の頭の中に混在していると考えられる。なるほど。2036年の技術ではそれは決して不可能な話じゃない。じゃあ2036年からのタイムトラベラーであるカガリなら十分その可能性はあるということか。でもさ、カガリってんは10歳より前の記憶はあるわけしょ。他人の記憶をぶち込まれるなんてことされたらその時のこと覚えてるはずじゃね。あの子は幼い頃、たまに神様の声が聞こえるって言っていたような気がする。幻聴か。それがクリスの記憶からにじみ出てきたものっていうのは考えられる。うん。ただ未来はこの時代ほどのどかじゃなかった。物資も人も足りてなかったんだ。記憶を移植するなんていう技術は実用化されているとしても軍の機密扱いだよ。一般人の、しかも子供に使ったとは思えないな。カガリは繊細孤児だった。 PTSD を治療するためにそういう技術が使われたということは
からって他人の記憶を移植するのはさすがに変だ。だな。となると記憶のない時期、1998年以降にその移植が行われた可能性が高くなってくるが、2036年なら可能でもさ、今の技術でできるもんなん？クリスなら可能だろう。マキセ・クリスがカガリに自分の記憶を移植したって？彼女はそんなマッドサイエンティストみたいなことをする人だったの？そうだよな。突飛な発想すぎるよな。俺だってそう思う。でもクリスしか知り得ないことをカガリが知っているのは間違いないんだ。例えば幽霊になったマキセ氏の魂がカガリタンに乗り移った的なことだったりして。お前そんなオカルト話をヒアジョーさんの前ででも披露してみろ。全力で論破されるぞ。ですよね。そういえばダル、ユキさんはどうしてる？天音氏なら毎日バイト忙しいみたいだよ。彼女は何のバイトをしているんだった？ケーキ屋さんって聞いてる。美味しいから一度食べに来てって言われた。そうそう、でもちょっと遠いんだよね。だからこそ行ったら喜ばれるんじゃないか。しっかりしてよ、父さん。あ、はい、させん。つーか、オカリン、なんでいきなりそんなこと聞くん？いや、ちょっと気になってな。もし、したの？いや、なんでもない。それじゃあ始めるわよ。いい？まずはこれを見てもらえる？これがどこだかわかる？学校？どこの？ビクトル・コンドリア大学の。この手前に歩いてる人、彼の名前は？トニー・ブラウン。あだ名は JB。 興奮すると独特のステップを踏むから。じゃあこっちの彼女は？わかんない。どうだ？彼女も私たち研究者の間ではかなり有名な子よ。仮にカガリがクリスの記憶を持っているとしても、完全に全てを思い出せているわけじゃないみたいだ。記憶として呼び起こされるものとそうじゃないものがあるんじゃないのか。だからってこの程度じゃまだクリスの記憶だと断言はできないわ。彼らのことくらい調べれば誰だってわかることだもの。
カガリさん、もう少し突っ込んだ質問をしてもいい？うん。去年の冬、私とクリスで映画を見に行ったことがあるの。ヒアジョーさんとクリスが？意外？私たちだってたまには息抜きをする。普段は研究ばかりだけど。研究でちょっと詰まってた私をあの子が連れ出してくれたのよ。たまたまチケットが2枚あるからって。その時に見た映画のタイトルわかるかしら？ボブ・ワイナー監督の彼と彼女の予感？それって最近の映画か？聞いたことないが。20年前の作品、そのリバイバル上映だったのよ。でもそれも誰か目撃していた人がいればわかることよ。だが君が今日そんな質問をするということは予想できなかったはずだ。カガリがそのために細かい情報まで全て暗記したとでも？私だってそのくらいのことわかってるわ。これぐらいにしよう。カガリがきつそうだ。待って、最後にもう一つだけ聞かせて。うん、いいよ、どうぞ。子供の頃、あなたが一番大切にしていたものは何？子供の頃、それはアメリカに移住してからもずっと部屋に置いてあったイルカのぬいぐるみ。水族館に行った時パパが買ってくれた。合ってるのか？ええ、昨日クリスのお母さんが電話で教えてくれたわ。このことを知ってるのはクリスとご両親だけ。それじゃあ、悔しいけどあなたの仮説を否定できない。そうか。あの、私どうなっちゃうのかな？カガリさん、付き合わせて悪かったわね。ゆっくり休んで。帰るのか？ええ。自分なりにまだ検証できることは残っていそうだから。それじゃあ、また。Thank you.
その研究、うまくいけば革命的な成果が得られると思います。私に何かできることがあれば手伝いますから、言ってくださいね。おや、魔法、どうしたんだい？まだニューイヤーホリデーのはずだが。そういう教授こそ、わざわざ休みの日に出てきてるじゃないですか。私の場合、休みといっても特にすることもないからね。ホテルにこもっていても息が詰まるだけだし。だったら私も似たようなものです。君にはいろいろとやることがあるだろう。例えばデートとか。教授、あんまりしつこいとセクハラで訴えますよ。おっと、それだけは勘弁してくれ。それじゃあ、お詫びというわけじゃないですが、一つ聞いてもいいですか？訴訟されないで済むのなら、ななりと。じゃあ聞きますけど、アマデウスは今どうなっているんですか？どうも何も、今のところ進められる目処が立っていないことは、君だってよく知っているはずだよ。それは分かってます。私が聞きたいのは、アマデウスのデータはどうなっているかということです。研究室のサーバーに保管されているね。誰かがアクセスしたり持ち出したりは？魔法、君がなぜそんな疑問を持ったのか私にはわからないが、アマデウスへのアクセス権はごく限られた一部の人間にしかないし、不正にアクセスされたという事案も起こってはいないはずだ。少なくとも今まで私のところにそのような報告はもたらされていない。私やクリスの記憶データも？もちろん。それじゃあ、他に私が知らない人工知能のプロジェクトが動いているなんてこともありませんか？あるわけがない。我々の研究チームには魔法、君の力が必要不可欠だ。
私たちはクリスという才能を失った。それは大いなる損失だったが、彼女のいなくなった穴を埋められるのは君だけだと思っている。そんな君の知らないところで新たなプロジェクトなどを進めるはずがないだろう。そうですか。質問に対する答えはこれでいいかな？はい。では、私からの質問もいいかい？どうして急にそんなことを聞くんだい？それは…もしかして自分の秘密が誰かに漏れていないか心配にでもなったのかな？まあ、そんなところです。それなら心配ない。いかにエメデウスとはいえ、本人が秘密にしたいことは喋らないようにできている。君だってそれは保存されたデータについても言える。仮に何者かがデータを盗んだところで、本人がどうしても知られたくない部分はブラックボックスになっている。エメデウスからはもちろん、記憶データからも取り出すことは不可能だ。秘密が漏れるとしたら、その記憶を持つ生身の人間からだけだね。記憶を持つ生身の人間。そう、つまり本人だけということだ。どうだい？少しは安心したかい？ええ、まあ。二人ともいたのね。まったく、せっかくのホリデーだというのに物好きね。レイエス教授こそ。私はホテルにいてもやることなんてないから。なになに、何なのよ。何でもないです。ごめんなさい、オカリンさんにはいろいろ迷惑かけちゃって。別に迷惑だなんて思ってない。それに俺なんかよりもルカ子やマユリの方がいろいろと気を配ってくれてるはずだ。話し相手になるくらいで。マユシーこそ何の役にも立ってあげられなくてごめんね。ううん、そんなことないよ。ルカ君はすごくよくしてくれてるし、ママはいてくれるだけで嬉しいし。ねえママ、
でしていい？ぎゅ？子供の頃にママがよくやってくれたみたいにぎゅってしてもいい？ママ、照れちゃうな。ダメ？いいよ。かがりちゃん、いい子いい子。ママ。ありがとう、ママ。それで、かがり、調子はどうだ？調子？調子か。なんだかよくわからないかな。よくわからないとは？ふとした瞬間に思い出すことがあるんだけど、それが自分のものなのか、クリスさんのものなのか、わかんないの。難しい数式とか実験とか理解はできてないんだけど知ってるみたいな。この前もね、パパのことを思い出したの。子供の頃パパに褒められた時の記憶、それを思い出して、なんだかすごく嬉しかったんだけどね。でも私、赤ちゃんの頃に両親死んじゃったし、それからはまゆりママに育ててもらったから、パパなんて知らないんだよね。だけど、自分が経験したことじゃないのに、褒められて嬉しいっていう感情は確かにあって、そう考えてると頭の中がごちゃってなっちゃって。そのクリスの記憶はよく出てくるのか？うん、前に比べると頻繁になったかも。そうか。ねえオカリン、かがりちゃんどうなっちゃうのかな？本来ならちゃんとした専門機関で検査してもらうのが一番いいんだろうが。あんまり検査はしたくないな。子供の頃もね、検査ばっかりしてたから。そうなのか？うん、 PTSD を治すためだって言って。
これから学校で進路についての説明会があるんだ。まゆ、すみません。謝るなって。心配しなくていい。かがりはちゃんと家まで送っていくから。ありがとうございます。それじゃあかがりちゃん、また明日ね。うん、ママ、また明日。どうした？改めて考えると、こうしてオカリンさんと話してるっていうのが不思議だなって。不思議？どうして？だって私にとってのオカリンさんはお話の中の人だったんだもん。お話の中？うん、ダルおじさんやママから聞くお話の中の人。ママはね、いっつもオカリンさんの話をしてたよ。オカリンがママを助けてくれた。オカリンがママの彦星様なんだよって。あいつ、未来になってもそんなことを言っているのか。だからね、私もずっと気になってたんだ。ママがそんなに大切に思ってるオカリンさんってどんな人なんだろうって。みんなが話題にする岡部凛太郎っていう人がどんな人なんだろうって。もしかしたらちょっと憧れてたかも。からかうのはよしてくれ。オカリンさんたら照れちゃってる。あ、でもそういう意味ではマキセ・クリスって人もそうかな。クリスが？